神楽文と榎本めぐるのグリグラ情報局というわけで始まりましたグリグラ情報局。睦月学園に興味を持ってもらうために名物生徒を紹介していくというこのコーナーも残すところあと2回となりました。私そんな変な喋り方してるかな。めぐる、前週の反省会はもういいから今回の内容いくよ。それじゃあ第5回で紹介するのはこの人。ダーリンって実際に言う人がいるとは思わなかったな。まあよっぽどのバカップルじゃないと普通言わないでしょう。そんなわけで今回紹介するのは皆川拓海の第2の手下、楠木春さん。なんていうか元気の塊？ムードメーカーだよね。皆川くんたちのテンションの半分は楠木さんが担ってるんじゃないのかな。皆川と同じくらい何かしでかしそうな気もするかな。こういうのが類友っていうのかも。行動力も同じくらいすごいしね。皆川くんを追ってわざわざ転校してきたんだよね。そう聞いてる。転校ってそう簡単にできるものじゃないと思うんだけど。なんだろう、恋する乙女恐るべしって感じ。皆川くんは全く相手にしてないみたいだけどね。どちらかというと男友達のような感じなんじゃないの。楠木さんって結構そういうノリだから。でも転校してくる前は皆川もなんか変な呼び方で呼んでたんだっけ。ダーリンとジュリエットだね。その話を聞いてるともう二人が恋人でもいいかなって思うんだけど。ずいぶんと痛いカップルになりそうだけどね。まあ今の皆川にはその気がないみたいだから、あとは楠木さんがどう動くかってところじゃないかな。本当に付き合いだしたら面白そうだけどね。お互いにダーリンとジュリエットって呼び合って。いやー、さすがに皆川も知り合いがたくさんいる中でそういうことは言わないんじゃないの。本当に言い出しそうでちょっと怖いかも。というわけで今回はここまで。また次の放送で会いましょう。紹介は睦月学園生徒会神楽文と榎本めぐるでお送りしました。それじゃあまたね。超問題児皆川拓海を中心に学園で巻き起こるハリケーンラブコメディ、逆上がりハリケーンポータブル、7月28日発売予定。ちゃんと予約しとこうね。